FM 天ヶ崎 FM 天ヶ崎は、兵庫県天ヶ崎市の一部地域を放送区域として超短波放送をする特定地上機関放送事業者である公益財団法人天ヶ崎市総合文化センターが保有する特定地上機関放送局の呼び出し名称である。天ヶ崎インフォメーションに由来する FMII の愛称でコミュニティ放送をしている。偶然ではあるが、 コールサインにも AI が含まれている。1996年開局。当初の免許人は株式会社 FM 天ヶ崎。2009年4月に天ヶ崎市総合文化センターが免許人の地位を承継。課長範囲は天ヶ崎市、西宮市南部、伊丹市、宝塚市南部、大阪市西部、豊中市、吹田市、美濃市ほか、 米コミュニケーションズでも再送信をしている。番組は自社制作番組中心で編成。24時間放送を行っている。2012年5月1日より、ひったくり発生情報を随時放送している。J 芝に加盟しているほか、地域ラジオネットワーク連絡会にも加盟している。お笑いコンクール新人お笑い山ヶ崎大賞を主催。 1973年、1996年、2009年、2012年以下は、尼崎指定協の広報番組である。これらの番組以外は、他局から番組をネットするか、ミュージックブレイクとし、音楽放送をしている。音楽のジャンルは、夜のミュージックブレイクに準ずる2011年4月に、行われた改編で大きく DJ の入れ替えが、行われたほか、 平日のお昼がアーティストで固められた。その他、屋内外でのイベントを積極的に行っており、番組と地元商店や大手企業がコラボレーションするなど、活動の範囲も広い。生放送番組を中心に、各番組のフェイスブックページでの写真や情報が充実しているほか、番組やコーナーによっては、ツイキャスを使用した動画配信も行っている。 他のコミュニティ放送局より番組のスタッフが登場することも多く各番組担当ディレクターがキャラクターを活かしてコーナー進行を DJ 一緒に行うことがある。電波法第20条第3項参照会社概要不明。ありがとうございます。